はい、明けましておめでとうございます。ゆとりライフの天野さん、創価塾の久保です。今回初詣に行ったところを動画で流してくださいましたね。まあ非常にいいレポートになってると思いますけども、これではね再生数上がらないんですよ。で、再生数をドカーンと上げたりね、チャンネル登録をボカーンと増やそうと思ったら、この何気ない初詣にストーリーを作んないといけないんですよね。そしてそのストーリーの話を今回すると長くなるんで、今日は一つだけ申し上げましょう。それはですね、タイトルなんですよ。タイトルを初詣に行きました、これではねクリックされないんですよ。じゃあどういう風にするかと言いますと、初詣に行ったらとんでもない秘密を見つけたっていう風なね形で、こうトースポのレポートみたいにするんですよね、見出しみたいに。あとね、巫女さんがめっちゃ可愛いのがいたみたいなタイトルにするんですよ。で、動画をねクリックしてもらうとかね、サムネイルもそれに合わせて工夫するとかいうことになります。あとはね、初詣に行ったらむちゃくちゃ叱られた、その秘密はとか書くとかね、そういう風にすると、あ、なんでだろうとかってなるわけですよ。その他ですね、まあ、1万円なくしたみたいなタイトルにして、初詣に行って1万円なくしたってやっといて、見ていったら1万円をポンとなくしたんじゃなくて、いろいろ買い物したら1万円になっちゃったって書き方をするとかね、オチをつけていくんですよね。あとは屋台のくじはやっぱり〇〇だったみたいな感じにしといて、あれ、イカ様だったのかな、それとも正直だったのかなっていう風に思わせて、それを確認するためにクリックするみたいなね、そういう風な誘導があります。まあ、そういう風にしてですね、必ずですね、この動画っていうのは、ただアップロードするっていう方もいらっしゃいます。ブログで言ったら日記みたいに書く人がいるんですよ。それでいいならそれで OK なんですけども、収益化を目指そうとかね、再生数をちょっと上げていこうとか、何がしかの自分のビジネスにしようと思うんだったら、全ての動画にもう必ずですよ、フックをかけていかないといけないんです。フックを心にねカチッとかけるようなフックです。フックで引っ掛けて見てくださいっていう風にやらないといけないんですよ。ということは、初詣に行きましたっていうタイトルで見てみたら、本当にね普通の人が普通に初詣をするところを、まあ、淡々と喋っていると。これは日記なら OK です。でもビジネスにしようと思うんだったら、先ほど言ったような仕掛けとかね、それから動画を3分なら3分でまとめるときに起承転結オチをつけるみたいなことをしていかなければならないんですよね。そうすることによってチャンネル登録者を呼び込むこともなりますし、この人面白いレポートするなと、次はどんなエピソードだろうっていう風になっていくんですよ。じゃあ次はね、この動画初詣今回でしたけども、今度は卒業式に参加したら〇〇だったとかになってくると、なんとですね、卒業式では何があったんだみたいになるんですよ。そういう風にして何気ない普通の暮らしを演出することによって非日常に変えていく、こういう風なね動画作成スキルとかアイデアっていうのが人気 YouTuber には必要になってきます。ぜひね、1万人とは言わないですけども、まずはね1000人を目指して動画をどんどん撮っていってください。それでは本日は以上です。参考になった動画下の方にね説明欄つけておきますので、元ネタの方ご覧ください。それでは